こんばんは <coughs> ちょっとも汗、汗いっぱいかえちゃうそっ出るだけで <coughs> こんばんは今日はジョイドンでした七月の九日今日はジョイドンでえー、っと、あゆみんとレノンと 3人でジョイドンでした楽しかっためっちゃねなんかめっちゃ笑ったハマ <laughs> <はまー笑>えワードウルフハマっちゃったワードウルフすごいやりたいんだけどでもやる人がいないやりたいあっはい とニアリー,イコールジョイのセカンドシングルうわなんか変な感じ <laughs> ニアリー,イコールジョイのセカンドシングルええー、変な感じ <laughs> 変な感じするちょっとみんな口に出して言ってみて今ちょっと変なんかすごいから言ってみて口に出して言ってみてニアリー,イコールジョイのセカンドシングルの発売がなんと ええー、早って気持ちですが、嬉しくな、ね、い。嬉しい早の気持ちなんだけども。皆さんも、ええー、もう2枚目ってなりましたでしょう <laughs> はい。セカンドシングルの発売が決定いたしました。ありがとうございますじ。10月 16? なんですけど。え、だってこの間、 この間ディスコを発売させていただいたんですよ。ディスコ。ディスコだってね、え何ヶ月 ?6、え、4ヶ月だよ。え、CD の発売のさ、か、間隔が4ヶ月ってさ。ね。本当に嬉しい。うん。感謝でいっぱいです。みんなが応援してくださって。 でそのね支えてくださるそのスタッフさんねおかげそして指原さんのおかげでありがとうございます <laughs> ねえびっくりしちゃった私もお聞きした時に「えせ、ええっえっ?」ってなりました <laughs> ねえ 本当にありがただって4ヶ月うん本当にだってねそもそもまあそのアイドルさん他のねアイドルさんのグループなんだろうグループによって、まあ、発売の周期だったり主義というか感覚だったりとかそういうのってやっぱバラバラだと思う思うからなんですけれど。 やっぱりこうそもそも CD を出せるっていうのがやっぱりこうね当たり前じゃないので形にね残ってなんだろううーんなんかデジタルシングルとかもあるじゃないですかでそれもすごく素敵だしやっぱりこう今ってさ携帯とかでやっぱ聞くのが結構主流だからさそう。 けどやっぱりこうなんだろう形にして皆さんのもとにお届けできるっていうのは本当にうーん本当に恵まれているなっていうのをすごく思いますしね本当に発売ファーストを発売できたっていうのはすごく嬉しいんですけれどももうねまた2枚目2枚目がこう間髪入れずにこう。 ね発売させていただけて私たちもまた制作期間っていうかこう取り組むの取り組めるっていうのがすごく嬉しいですし制作期間もみんながこれ喜んあのなんか MV とか楽しみにしてくれるかなとか考えながらするのも本当に幸せだし待ってくれてる方がいるっていうのも本当にね恵まれてるので。もう幸せって っばっかり言っちゃうからさ幸せの安売りみたいに聞こえるかもしれないけど本当に幸せです。<laughs> 楽しみにしててね <laughs> ね。うん。いや本当にびっくりした。本当に本当にびっくりしました。あいいね。幸せのバーゲンセール、そうしよう。いいな、いいね。ねびっくりした本当にびっくりしちゃった。どんな感じなんだろうドキドキ。一枚目はね。 ディスコだったけど <laughs> こちらもびっくりしす,びっくりしすぎてす私もびっくりびっくりです楽しみちょっとクーラー入れようかなああこうやって気軽に止めあの躊躇せずに入れてしまうみんなクーラーってみんな何度に設定してます何度に設定してますか自動にそっかうん。 何度がさ平均なんだろう今日ねその話してたの、ね、よ何度なんだろうねえ、本当に楽しみえ、楽しみすぎないちょっとえこんなに楽しみな人生あるあるんですけどいやええー、えだってさだってさまあファースト 発売させていただいたただじゃんで「まあ、こっから夏の大盤が続くよっと」ともうこれもアイドルとしてね、まあ、最高だよってもうアイドルの身からするまあアイドルの身からだけじゃないんだけどあ夏の大盤夏の大盤ってやっぱこうさもうなんかねもうアイドルといえばって感じで、まあ、どんな季節のライブも最高に楽しいんだけどやっぱなんか夏ってやっぱこうね みたいな感じするからやっぱりこうねすごく楽しみだしでそっからイコノイジョイフェスがあって、ね、お祭りがあってでツアー始まってでもファセカンドも発売されてっていうだからこっからもうすごいよこっからすごいよほんと。<laughs> こっからすごいよ <laughs> ノンストップで楽しみがあって嬉しいそう言ってくれて私も嬉しいウィンウィンだ嬉しいなぁ本当にえ自動で消えるの自動でついてえー、そんな賢い賢いお利口なクーラーあるんだ私は25なんだけど25ってダメかあれかな人生カーニバル本当カーニバルすぎるカーニバルカーニバル カーニバルウェイニバルカーニバル楽しみだなぁ十5低いはぁやばい贅沢贅沢してるでもさ生ぬくな生,ぬ生ぬるくなってずっとつけてるよりはさ一気にガンって癒やした方がいいらしいよねね私も夏楽しみ体調気をつけてねありがとうほんとにね 体調気をつけてね <laughs> 年間3枚いや本当にそうですよいやもう3枚どころかもう1枚でももう1枚出させていただくのがもう恵まれすぎってかもうなかカップリングまでもう MV もあって一生も用意していただいてこうやってこう活動が何ピタッと止まることなくこうなんだろう常にこう先の予定があるっていうかねイベントが決まるって っていうこの現状がもう恵まれすぎているのでしっかりと感謝をしてみんなの楽しみとにこれえ <laughs> え <laughs> アイスそうだアイスなのねね私が大好きな私の大好物のアイスの季節がやってきましたみんなアイスのアイスあほらえ待、ま、って待、ま、って待、ま、って見てなかった全然このあれ見てアイスなの今 <laughs> 私アイス大好きだからかわいいこれチョコミントアイスといちごとバニラとなんか何これなんかいちご餅かかってるこれ何なんかなんかかってるソースがかかってんのかな何アイスがえっ、ー、何アイスが一番好きかなクー 食うじゃないよえー何がいいっすでも今はあのハーゲンダッツちょっとお高いですけどハーゲンダッツの今ピスタチオ味が出てて私ピスタチオ味のアイスが一番好きだから嬉しいかなそれがそれが美味しいパンパン冷凍庫いいじゃん1日4個食べんのえー、すごいじゃんお腹強いねいいね4個はないかも4個はないかも 2個はあいみのみあいみのみじゃアイスのみうん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 ガリガリ君のパンやじずっとおいしいみっちゃんとの写真あそうみっちゃんとの写真見たかなみっちゃんとおでけけみっちゃんとおでけけだよカフェあの前にもねカフェ行ってなんかカフェカツめっちゃした <coughs> <coughs> ダメだ浮いちゃう <laughs> 前髪がもう浮いちゃうよでみんな私ね今ねこう、ま、全然美容室ずっと予約が取れなくって全然本当に取れなくて本当に予約が取れなくて <laughs> 行けてなくって美容室にでも行かなきゃなのねいや行ったらも,もちろん前髪切るんだけど今行ってないから長くてまあしなくっていう感じで前髪分けてたんだけどまあでも最近はなんか気に入ってきたのね だけど、ま、分け前がそんなみんなみんなあんまりあんまあれかな好きじゃないかな。ねん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 ねねね。ちょっとね頑張ってお姉さんになる。代わりに切りますよ, <laughs> 怖いよ。怖いよ怖いよ。 切ってくれるのま、切ってくれるって今優しさだから、優し、優しい、優しい、ありがとう。ありがとう。<laughs> ありがとう。<laughs> ブリュレアイスえアリスの影響でですかアリスがおすすめしてたやつでしょブリュレアイスって。私もブリュレアイス好きだよ。2回食べたことある。2回食べたことある。ピスタチオ、いまだにわかんない。どんなえ ピスタチオはでもナッツだよナッツナッツの味ナッツが好きなら好きナッツ早く美容室行きたいな全然取れない予約どうしたらいいのもう今回はあれかなでもなでもな ちょっと暗くしたいんだよねちょっと暗くしたい暗くしたいというか、まあ、今が結構もう明るいから、うん、色が抜けてだからラベンダーちょちょ,ちょい暗めのラベンダーかな一応私はずっとラベ,ンブラ,ウンラベンダーブラウンっていう色で染めてたんですけどそうでもラベンダーの要素って結構抜けちゃうんだよね そうだよねスペイベーの時めっちゃ明るかったですよそうなんですよしかもスペイベーの時はあのー、背景が黒だったからなんかより明るってなったが <laughs> 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 一本一本け誰かさキッていっちゃう人いるでしょキッといっちゃうかなって <laughs> みんな優しい <laughs> まあね、まあ、人生長いですからいろんな私を見てもらいたいなと思うしいろんな自分もいろんな自分に出会い,出会いたいというかうんまあなんていうんだろううん。 冒険家は冒険家タイプではないんだけど同じメニューとか頼む人なんだけど私は絶対いや期間限定は弱いよ期間限定には弱いけどまな、あ、んだかんだ悩んで冒険できないっていうのも多いんだけどうんーなんかみんなもほんとにみんな素敵なメンバーメンバー揃いで私もなんかグループのためにもっとのななんだろうもっと頑張りたいって <laughs> 思う毎日だしだからちょっと。 今はあのー、いろんな自分を探してるけどどの自分も好きになってもらえるようにそれだけ魅力的な人になれるように頑張ろうって思ってますだから夏とかはヘアアレンジとか挑戦できたらいいなってすごく思ってるだからうん、まあまあ、まあ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  んあゆみもどんなみんなでも大好きだよ。<laughs> 同じく冒険できないってわかるー。わかるー。わかるよー。でもやっぱ夏のパワーっていう感じで、まあなんか夏、夏のパワー、なんか、なんか出てきそう。 なんだすごいももちゃんありがとうえおめかしなんてやるのアイスの期間にも。すごくないねねすごくない当たりだってこうやってそんな当たり出るやつ一発目さくて待ってひなのちゃんありがとう,、うんうんうん、待って全然みんなの見れてないかった。 見れてなかったかも。いっぱいありがとうねひなぬきゃ。ののー <laughs> うんあきらぶまんかな？あきらぶまんありがとう。あれあキラブマンもおむけでやってくれてた。あれアナオピラあ,あれあれみんなおむけでやってくれてた。さっきまで私見えて、今初めて映った今。やばや山ありがとう。うん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 、うん、ね。お二人だ。嬉しい。 嬉しい嬉しい嬉しいあそうスペイン部のねあのスペイン部の応募が締め切りか7月の17までなので、まあ、あと1週間ちょっとぐらいでスペイン部はまだ福岡とか残ってますの、ね、で福岡と大阪この間東京でしたやつそうああいう感じのイベントがあと2個あってあとは個別の撮影会とか あのお渡し会かなとかいろいろまだあるので個別のイベントもね来てくれたら嬉しいなと思いますまだそんな気軽に来てねとか言えないんだけど本当にこう大変だからこうシリアルとかやったりとかそうでももしシリアル手元にあるよとかちょっと挑戦してみたいなって方いらっしゃったら来に来てくださいやっぱね個別のイベントもね本当にねなんか直接会って1対1だからすごい 深まる、深まる、うん、めっちゃ話せるし、まあ、それそうだよね、その話話せないと、え、なんか当たりしか出ないんじゃない？すえ、当たりしか出ないんじゃない？ そうえっ、ー、10月にあにああそうなんですかそうなんですかっえそうな無事にうんああ <laughs> もうんだろう,もう私私はなんだろうこうその場に立ち会って何かするとかできないけどでも本当にあの同じ空の人とつながってるし今もこうやってつながってるから私のパワー全部吸い取ってくださいうん 無事にね、無事にね、終わりますように、で会えますように。うん、でも本当になんか、あの私のことじゃなくても、自分の体のこと、あの第一優先で、ね、生活してね。<laughs> ありがとう。<laughs> 深まる。<laughs> すごい、コメント欄で進化してる。<laughs> 申し込みしてありがとう今日はちょっと疲れたのでどんな味のアイスを食べようかあらお疲れ様うーんじゃあ今日はさっぱり系とかどうですかさっきねガリガリくんのやつ食べてるって言ってたからじゃあガリガリくんのパン屋じとかどうですかガリガリく、うんそうなの髪色ねそうほんとあの抜けちゃって髪色あの明るくなっちゃってて早く行きたい人存んでございますさすがに前髪切りたいけど早く、うん、うん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  うんうんうん、忠実に守ってるの前髪自分で切らないでっていうのでもねパッチュンだろうね自分うまく切れるんだけどね自分で <laughs> なんて <coughs> 早くだから対話あのライブまでにっていうかもうもう染めたいもう今週中に染めたい 目覚めるのえいいねちょっと派手にしないよじゃあ夏だから夏だからさそうストレートっていうかうちもあそうなんかそうそう,そう私がさ投稿でさあのストレートにしたみたいなの言ったらあごめんね今まで内巻きって言ってたみたいなねみんな言ってくれて <laughs> なんかもうあのね歩みの中でなんか内巻きもストレートもなんか同じくくりだったの同じくくりっていうかまあ、巻いてるか外ハネじゃないかだったら なんだろうストレート内巻きみたいないつも何か言う時もストレート毛先内巻きみたいな感じで言うのねだからもう内巻きもストレートっていうのもなんか同じ感じのくくりで考えてたからストレートみたいな感じでツイートしちゃったんだけどそしたらみんなが「内巻きって間違えててごめんね」みたいな <laughs> やってくれてもう <laughs> どんだけそんな気にしないでよそんな同じだよ内巻きも内巻きだもんだってこれめっちゃうちに入れてるもんだからそれを言いたかったそれをね 言いたたかったんだ内巻きも合ってるよっていうのをしたかったそうウルフだったからこの分かるこの段この段がすごい入ってるんですよねそうあジビロさんの裏側出てたね見た <laughs> めっちゃ分かるめっちゃ分かるでしょめっちゃ分かるでしょもうこれねもうここも今ここを伸ばすためにも伸ばしてんだよねこのだこれめっちゃ好きなんだよウルフはもう卒業したけどちょっとレイヤーぐらいは好きなのね上ぎがあった方がなんか可愛いのよだけどちょっと疲れすぎちゃって過去にでその枝毛がすごいから今頑張って伸ばして今リセットしたいっていう感じ <laughs>、うん、だけど夏は もう本当に暑いもう尋常じゃないぐらい暑くってまあそうですよね暑いですよね毎日だからライブとか多分本当に私こう配信とかあったりしたらもうもう髪はバシャバシャってなっちゃうと思ってだから結びたいって思ってたけどそこまで伸びるのはちょっと時間がかかりそう見たそうアイデアのさ <laughs> なんか, <laughs> なんかみんな頑張らーねえみたいな何か言ってて なんか、ね、本番前だとそういうのはかけ声言いたくなるんだよねなんか私に聞かってるっていうのもあるんだけどな頑張ろうねって言ったらねジュリーが反応してくれましたあいみ大丈夫やねって大丈夫やね <laughs> あれ <laughs> 面白すぎあれ大好きあいみ大丈夫やね大丈夫やね <laughs> あれあの大丈夫やねってやった後にカメラさん カメラさんを見つけて、あ、やべえみたいなめっちゃ陽気めっちゃ陽気だと思って陽気すぎた <laughs> うでもやべねしかもあゆみずっと「いざ!」ってやってた「<laughs> いざー! <laughs>」そうねロングの子すごいよねでもみんな結んでるから、ね、結構ヘアアレンジでだからみんないろんなヘアレンジしてるけど私ほんとに 片手で数えるぐらいのヘア,アレンジしか今までしたことないからなんか申し訳ないなと思ってちょっと頑張ってみよう。えそうなの得点のねシーン見れなくって皆さんの完成でやってましたちょうどねコメント最後撮ってる時だったのね。 頑張って挨拶してたでしょ地声でスタジアムの真ん中で <laughs> めっちゃ <laughs> めっちゃ地声出たったでしょ地声で結構頑張ったくないあれ <laughs> めっちゃ <laughs> めっちゃめっちゃ声出してたよなんか笑っちゃった私おはようございます <laughs> うん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  ドキュメント見てると亜美ちゃんがえー、よしよししたくなるなってそんな21でそのよしよしなんてそんなしてもらっちゃうそんなんもありがとうございます <laughs> うんうんうん全然だけどねなんかすぐ忘れちゃうしさもうなんかもうふがえないもうふがえないよりはとかしてるとうん <laughs> 教えてもらってばっかりだから気を引き締めて夏頑張りたいと思いますちょっとでもポケとか。

あれリハーサル早くえそうなの確かにあの移動する時になんかちょこっとなんか,なんか隙間から見てくれてるっていうかなんかその通行人の方とか泊まって見てくれて聞いてくれてるなみたいなのは感じてたじゃあその,その辺りにいたんだあそうだよねみんなだってみんなも一緒に移動してくれてたもんねそれ同じ時間ぐらいに着きますよねありがとう本当にんフ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 ん 力になったスタンドで切る力になるよ本当にねみんながあんまり何あんまり応援できない何応援はしてるけどなんだろうあんまり会いに行けないけどとかあんまり力になれないけどって言ってくれるけど。 逆に私たちがなんだろうアイドルが力になる存在でいなきゃいけないんだけど本当にみんながみんなすごく力になっていります本当にありがとううん,うんでも夏緊張するなんか本当にそうなんだろうななんかね緊張してるの夏本当に全然そうってないですよありがとう本当にでも緊張しちゃうの夏ってやっぱこうライブも多くなってツアーもあってずっともう立て続けじゃん だからまあもうずっともうリハの毎日になるわけじゃんもう私もう本当にもうねみんなに教えてもらったばっかりでもうねああやばい今日も今日もなん,なんかうまく教えられなかったなとかなんかもうもうドッキドキなんだよね本当に緊張緊張るの夏本当に緊張る <laughs> 緊張するよそんな時はもうもうルンルンするしかないよね <laughs> もうテンション爆上げで行くしかないよね本当に <laughs> うんまあ、うんうんうん、秋とかの方が好きだけどでもやっぱ夏のライブがあるっていうのとやっぱ好きだねでもアイドルしてなかったらそこまでかもライブがあるからかな本んにみんな毎日頑張ってて偉いです私が偉いというかその上から目線で言えないけど本んに。 偉いですって言,う言っちゃうハハほんとにおいしいもの食べてねおいしいもの食べてね緊張,る緊張る緊張る緊張るってみんなもさお仕事でさ「ああ今日もうまくいかなかった」とかさ「ああ,あ,あの上司さんに上司さんにちょっとコツンって言われたよ」とかさ「後輩に聞かれたけど尋ねられたけどうまく答えられなかった」とかさ きっとととあるるのかなとかな考えるとさそれなのにさ私たちにも時間を割いてくれてありがとうってすごく思うよねだから幸せになってもらいたいって思うよねそれ昨日の折れすぎて <laughs> そうなのお疲れ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 カレー食べようカレー食べよう <laughs> やりたいなことははき配信見てたらえ何の配信ですかうん何の配信ですかすごく実に興味深い何の配信ですか <laughs> <laughs> 待ってみんないっぱいさありがとうおなか壊さないで全部食べきるねてっうんあんうラッキーありがとう <laughs>

やっぱさ深く考えなんだろうや深く考えなきゃいけないよだけどなんかなんとかれなんとかれって考えすぎるとなんか気持ちがね持ってかれちゃう時あるじゃんこういくみたいななんかもううん緊張る緊張る緊張るって言っててうまくいく時ももしかしたらあるかもしれないうんテンション高かったらもしかしたらね生きるかもしれないうん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  <laughs> ダンスしてストレス発散えー、めっちゃいいじゃん めっちゃいいじゃんえらいねあなんかちょっとモヤモヤするなと思ったらじゃあ自分で解決しようって言って自分でこう解決できるって本当に素晴らしいと思います <laughs> 素晴らしいと思いますすごい私もいっぱいダンスダンスいっぱいして夏はいっぱい運動しちゃうね毎日元気だってうん何もしてないよありがとうそう言って言ってくれてうんうん <laughs> ほら 何の配信かいいなよ <laughs>。脅し。<laughs> 怖い <laughs>。脅し <laughs> あ。あうえ、ん、う兄ちゃん姉ちゃん、何の配信何の配信か言ってみろよ。<laughs> うしい。ありがとう。本当に私の配信付き合ってくれてありがとう。なんかさ、なんかめっちゃ今日、なんか真剣なトーンでなんかさ、なんかさっていっぱいいっちゃう。真剣なトーンでさ。 言ってる言ってること多い感じするけどあめっちゃ元気ですよ全然なんかあったとかじゃないよ全然なんかあって気分落ちてるんだとかじゃないよただなんかそんな気分だった <laughs> でも夏緊張してるのはハンタ緊張してる無事にリハちゃんとできますようにって私もちゃんとなんかたくましくリハできますなんかみんうん ヘラチョコしやんってなんないように頑張りたいっていうのはやっぱりさリハの進め方でさやっぱこうそのリハの濃密度ってやっぱ全然変わってくるからさなんかもたもたしてたらさ練習できなくてももしこう効率よくできてたら1個1曲多くできるとかもある,かもあると思うしさからちょっとほんとそれは緊張してます夏は本当に緊張るの夏だけど。 待板も,も全部緊張するからな私絶対絶対絶対緊張するからだからね胸高鳴る夏2024ドドン <laughs> って感じ <laughs> いつも高鳴ってるけどねいつだってニヤジオに真剣です本当にありがとう私も真剣ですニヤジオにみんなに真剣です真剣ゼミ それだだけ真剣なんだなんと私も真剣に向き私はじゃあ私も真剣に向き合う,き合うででん <laughs> 待ってスペイベー終わってから私配信してないよねスペイベありがとうございましたって言ってないよねありがとうございました<笑>今<笑>あれやってないよねあれやってないよねスペイベーからや,やってないやってないうん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  ううううあれ最近やってなかった私ショールームじゃあ数日やってなかったあれ <laughs> 当日の夜にやってる <laughs> 余韻ほやほやでやってるやないかい <laughs> もうライブしててほやほやでやってるやないかい <laughs> 夜にやってたってみんなごめんね 忘れだから本当にだからこれでリハとかでなんかヘマしちゃってなんかもう私のせいでなん,かなんかリハとかさうまくいかなかったらどうしようとか、まあ、別にね私がどうこうとかじゃないですよみんな私があの私が何かしてるとかじゃないですよです何だろう,何だろうみんなでやってるリハだから私一人がどうこうしたところでっていうのはあるけど何て言うの,あのそこまでで重要人物ではないけど な,なんていうのだけどやっぱりこうさ私がちょっと目指しちゃったらどうしようみたいな思って緊張しちゃうの <laughs> 緊張緊張するよ緊張るなでもリハ大好きなんだよね私リハ大好きなんだよね言いたことわかる本当にありがとう私のこのさたとたとしい日本語でさ分かってくれるさ仲間がいるなんてさ私はもう将来明るいよありがとう。

<laughs> あるよね。可愛い,い。モカちゃん、モカちゃん、モカちゃん、モカちゃん。もえ、モカちゃんって言ってる子がモカちゃんじゃないの？モカちゃんってさ、何色の子？何色の何？<laughs> とピンクの <laughs> パンプスショッピング。 失敗です <laughs> これ大好きこれ大好き本当に途中からデニムとか出てくるんだよね本当に初期はさこれ私はもういつまででも言うよ初期のね3色ショッピングはピンクとかグリーンとかそういうのしかなかったのに途中からどんどんグレードアップしてボールにデニムを貼り出してデニム生地を貼り付け出して「何色の何?」 デニムのタップスデニムデニムも出てきたんですねあれ大好きショッピングセゴです <laughs> 大好きもうやってないのかな最ショッピングってうん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 ややややありがとう素敵だってそのみんなが素敵だ ティックトックのもんかちゃんもんかちゃんきょうに「昼昼昼なんです」「昼は私のなんと歌がいるいる昼なんです」<laughs> <laughs> ねデニムだ,だってデニムだっていっぱい何でも使えてますからデニムの何色の何大好きだなあれうんうん 更新ッ <laughs> こういうこと今日はえみ進行をね更新って言っちゃってこっからは、えっと、市原えみの更新でお送りしますって1212今日私なんかいっぱい突っ込んじゃった私ツッコミだったかも私ツッコミかもしれない <laughs> 運動会運動会始まっちゃったよ なんでよね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 更新121212楽しそうないかもしははは楽しそうありがとう楽しいよ <laughs> なんかはげんか激しいよね感情がさこうい,いろんな話題がさこんなんなっちゃってさうん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  ねえ誰かが誰かが私にチョコミントのアイスをプレゼントしてくれてるしてくれたありがとうえ嬉しいうん、嬉しいアイス本当にありがとうえアイスでこれアイスタワーですよねだってこれ私ショールームで見たもんど,どいじょういでえー、ありがとう嬉しい待って待ってどなたからのあれですかね えニャン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 ニえありがとう。ひろねこさん。どうしてありがとう。どうしても何もありがとうすぎる。えありがとう。嬉しい。 何も何もしてあげられていないけどでもするねいっぱい <laughs> いっぱいもっと夏はリアジょいいねって届けるね私もその一員なので頑張るねえ嬉しいにゃんちゃんに名前変えかわかんなくなっちゃうにゃんにゃんありがとう嬉しいめちゃめちゃひらねか さんいつもありがとうこんな私にも私とも仲良くしてくれて構ってくれてありがとう嬉しいしっかりご挨拶させてくださいどっかでどっかでしっかりもう私はわかるけど私はもう分かるけど野獣会とかさそういうのでわかるけどしっかりご挨拶させてくださいえう、ー、れしいいつもお癒やしいでいいけてく本当に本当にありがとう ありがとうございます。ひらねこ。あ、えぐ。あぶれ。あらくない。蹴っちゃった。うん。ひらねこ。チョコミントクマ。なんだっけチョコミントクマタワー。チョコミントクマタワー。ありがとう。この夏もよろしくね。嬉しいわざわざありがとうございます。いや、やっぱり今年の夏はね、あの、チョコミントを食べていこうっていう、そんなサマーにしていきたいなと私思っております。はい。 な,ぜならですねやっぱりこう幼少期にチョコミントを食べ過ぎてこうあんまり食べれなくなってしまった私ですがやっぱりこう固定概念はよくないと好きは好きなんだとこの間みっちゃんからチョコミントシェイクを一口もらった時にチョコミントやっぱ美味しいってこうやっぱ私の奥深くのどこかに眠るチョコミントの好きなこの気持ちがちょっとあの出てきた起き上がってきたそんな。 感感じががその予感がしますねなのであの幼少期に食べ過ぎてあんまりかなっていうその気持ちを一度今年は捨てて私はチョコミントにチョコミントに果敢にこう行こうかなと思っておりますおすすめのチョコミントのアイスだったら教えてくださいでも私はスーパーカップをまず食べるんだスーパーカップ そう、蘇ってきましたよだって好きは好きなんだもん絶対だって好きだったんだからでもさみんなはさ嫌いだったけどあ違うめっちゃ好きだったけど今本当に嫌いって本当に固定概念とかそう決めつけじゃなくて本当に嫌いっていうのありますかでもともとは好きだったのそうあるそうあるのかなやっぱりぎしりチョコミントあ知ってるえぎしりチョコミントってさ なんか自分でパキパキパキって臭チョコ壊すやつではないやつかあれは何あれは何だろうでもぎっしりチョコミントアイスはメンバーがよく食べてますなんかニアジョイってチョコミントが多いんですよねえあんえハーゲンダッツのチョコミントってあないよえあんのえチョコミントは個人的にサーティワンのかハーゲンダッツのが好きえ あいやだって、ね、チョコミントあるのえ衝撃21年間生きて衝撃の事実「修教学園修教の事実」う「ふんふんふん生徒会」「ポッ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 会長と書くさん」「意識」 ほんと、きょのちか。棒棒のやつがあるって、ええ。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 あるの。ハーゲンダッツ。ええー。気になる。食べたいけど、売ってない、売ってるとこ見たことないもん。 売ってるとこ見たことないよハーゲンダッツのハーゲンんハーゲンダッツのハ,んハーゲンんハーゲンダッツのチョコミント子供の頃狂ったりにとも食べたらしいけど今食べれえやっぱあるんだそういうのやっぱりあるんだ食べすぎたらでも私はチョコミントを食べる絶対にあそうだよねマックドマックマ,マック やばい前にマクドみん,なみんなにマクドをあの布教されていますので、えっと、こっちになってしまいますえマクドにあるよね <laughs> マックマックにあるよねうんうんうんアニメ大好きだよ そうモーメントでも言っちゃったんだけど今オプションみたいなのになんか無料でね無料のちょっとだけ無料のオプションみたいなの入っててだからね見れるねあのアニメ数が広がったのよだから今何見よう何見ようと思って何も見ずに過ぎちゃってるってもったいない時間がありましてみんなに聞きましたえハーゲンダッツの始まるんだってえっ今日から本当ほんとに そんなタイムリーなそんなそんな奇跡的なタイムリーなことある絶対に食べらルン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 あっ出た8号みたいな見たことない見たことないよこっていれだよね最新だよねうん <laughs> いやハンターハンタユーユ香ぴょんハンターハンター見るのほんとに <laughs> ねえ優香ぴょんカピぴょんってさえ 戦闘形式好き,好きうんえあゆみいろんなアニメ見るよ趣味っていうかそのジャンルえっそうなのあおさんも見始めたの私戦闘系めっちゃ好きだけどそう本当に私1とか見れるようになったのでうんえ すごいね、えー、みんな待ってよハハンンタターー私も「ハンターハンター」の話題話に追いつきたい <laughs> そう私は銀魂の映画を見るためにあのなんかちょっとオプションみたいな無料のね無料だけどもちょっとオプションみたいなのに入ったんですよあの何日までみたいな。 でだからもうその余韻でね今残ってるのでもあともうちょっとで終わっちゃうの「<laughs> ハンターハンターミルク迷い続けて早い碁で」いやでもわかるやっぱ「ハンターハーター」って何をだってどんぐらいあるめっちゃですよね「<laughs> なんかさ常にさアニメのさ話題が上がっててさ上がって上がってっていうかこの間もさ「ランマランマってしてますか「らんま2分の1」が当たるちょっとなんか新しくなって再放送みたいななっててうえー、懐かしいと思って懐かしいと思って「ランマ好きだったうんうん あのカードキャプターさくらあの私がそのオプション入ってその一番を初めに出てきたのよそれいつも見れないんだけどカードカキャプターさくらは見れないんだけどあいつもは見れないんだけど今だけ見れるみたいなだからちょっと気になってるの歌好きなんだよ私オープニングがエンディングが「ラチュ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 チチって大好きうん好きだといいって そう見るか見たいなと思ってるだからそ,のそれは見る確定見ようと思ってますでも小4とかなんでしょさくあのキャ、カードキャプター「さくら」ってあらすじ見たらだってアイム好きだと思います絶対好きだよね「キャッチミー」 ワールドトリガー大好きヒヤヒヤするけどね大好きワールドトリガーは全部見てますでもずっと見てから今もう今最近見てないからちょっとあの記憶が忘れかけてるけどうん,ふん,ふん好きだといいってうんうんうん見るねじゃあ カーードキャプターさっきから見るねアニみは生まれじゃないけどランマはランマ何年ランマでもめっちゃ見てたよ私ランマめっちゃ見てたなんかねな放送されてたよテレビで <laughs> でもなんだ私は結構バトル系すごく好きだしまあ何でも好きなんだけどねバトル系好きだからなんか耐性級耐久性がついてなんかその血とかが出ても見れるようになった から打つはさすがに打つ系は自分が打つってなるからあんまりね見たことないけどでもいろんな見れる見,見れる幅は広がりましたやっぱりうん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 う うんうん、うんうん。えー、そうなの、共感で。<laughs> リカリカ、あ、たまにね、リコのこと、リカリカーって言っちゃう <laughs> リカリカ。リカリカ。リカリカ。えー、一番ハマったアニメ、なんだろう、私、全然、なんか。えー、なんだろうな、難しいな。みんなもう、みんながもう、このアニメだけは、もう本当に。何回でも見るみたいな。 ありますかいや待って本当にもうやだ時間が足りないってうん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 ドラえもんいやドラえもんはいいですよドラえもんはドラえもんはいいです軽音ね測る今日も軽音聞いた軽い音いいよねうん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 ニャ 最近もずっとアニメばっか聴いてる日常ね日常はあ全話は見てないけど抜き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 っていうかあの全部は見てないけどちょくちょく見てる感じでも全部見なきゃ弱虫ペダルね私さ弱虫ペダルのあの 2> 何 ?2 えっ、ー、とね 通なんだっけ二次元二次元の,あの舞台舞台の時にその弱虫ペダルを舞台でどうやって表現するんだろうって思ったらサドルを持ってあペダルかどっちだペダルかああ、違うなあでもサドルは反る方だよね違うなんハンドルでいいのかハンドルを持って <laughs> サドルを <laughs> パパ,パあの ペダルをハンドルを持って買ってやってるのそれを見て私は衝撃を受けたのそう衝撃を受けてめっちゃ見,見たかったけど見れてないけど、ね、そうえ魔法科魔法科高校見てたよ魔法科高校このお兄ちゃんつのやつですよあの妹妹大好きお兄ちゃんですようん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 ハンドルでしたハンドル

姫ってことは何ジーヤってことジーヤジーヤ教えてくださってありがとう。うん、ジい勝手にジいとか言ってごめん。絶対ジいじゃないけど <laughs>。あの、アンパンマンであるんですよ。お姫様。わがまま姫がいて、その、あの使いの者がいるんですよ、じーや。その人をじーやっていうの。ジじいやが、姫、姫、次は競馬のお稽古ですよ、みたいな。競馬のお稽古みやだやだ、みたいな。やだやだみたいな。 言いながら行くんですけど、それジーやってて、ーやって思ってないですよ。本当に <laughs>。あの、あのキャラね。あのキャラ、キャラでジーやってただけだから。ジーやです <laughs>。いやーサドル盗すはぁダメだよ、サドルすんだらもうなんであ、ジ違えた、乗馬乗馬乗馬競馬間違えた、乗馬の <laughs> 待って時間ない時間ないから笑っちゃダメ時間ないから笑わないで <laughs> 時間ないから笑わないでお願いちょ競馬の練習だって <laughs> 3連弾だかなかな <laughs> ここは1着はジーや1着は 3?3 かしらジーや <laughs> いや姫様大穴は <laughs> だって早く来いグ頑張らないけ ハ <laughs> 内惑っていうのちゃう有利ですぞそうなのですねじいやじいや今度は私これでかけてみるわお姫様いいところをついてらっしゃる <laughs> 待ってランキング読まない読まないと13位ズルドルちゃん哲太みさんありがとう12じゃル,ルちゃん翔ちゃんありがとう S、1イトゥルルちゃん,や,ちゃんや,やまやありがとう10イトゥルルちゃんももちゃんありがとう9イトゥルルちゃんあきらぶまありがとう8イトゥルルちゃんラーナありがとう7位トゥルルちゃんハッピーありがとう6位トゥルルちゃんタッキーありがとう5位トゥルルちゃんエミちゃんありがとう4位トゥルちゃん FJ さんありがとう3位トゥルルちゃんナオピロありがとう に、とるちゃん、ひなのちゃん、ありがとう。そして、入る第一位は。じゃらら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 ちゃん。ひらねこ。ありがとう。チョコミントアイスも本当にありがとうございます。配信終わったら、美味しくいただきます。チョコミントアイス。ありがとう。みんな言った。せっさびさ、しょんちゃん、山山やまももちゃん、あきらブーマン。らら、ハーピー、タッキー、えみちゃん、fj ジェのっぴろ、ひなのちゃん、猫、ね、ひろ、みんな言ったかな。ね、猫、ね、ひろだって、猫、ね。 猫色逆になっちゃった逆になっちゃったアメコメになっちゃったごめんね昨日猫ホ本当にごめんなさいもうバタバタでもう嫌になっちゃう本当ににう本当にバタバタで嫌になっちゃうはあ、一回深呼吸しよう今駆け抜けたから多分多分ジンヤからジンヤから駆け抜けたから一回一回落ち着こう <laughs> 姫間に合いましたねええー、ンヤ間に合いましたわ 皆様もサポート本当どうもありがとう <laughs> アンパンマンで見てるからアンパンマンあのこう姫のやり方わ分かってますよ <laughs> 本当にすごいせかしちゃってごめんなさい頑張ってねグーねグーねありがとうグーねみんな明日も頑張ってね頑張ってるからほどほどに <laughs> 癒されました本当にこのドタバタうるさ配信で <laughs> 優しい優しい心が広くて優しいありがとう <laughs> 本当にすみませんでしたバタバタしちゃってじゃあ明日もみんなで永遠を楽しみましょうではおやすみなさいまおやすみなさいませ私意外と早起きなんだそう意外と早起き派です 改めてセカンド発売おめでとうああこちらこそありがとうございます頑張ります本当に楽しもう絶対たの楽しもうって意気込まなくても絶対楽しいってなると思うけど私私がねみんなも楽しいってなるように頑張りますおやすみおやすみありがとうございましたうるさくてごめんなさい本当にありがとう付き合ってくれてバイバーイ <laughs> 配信お疲れ様でしたありがとうお疲れ様でしたありがとう バイバイキン,イバイキンありがとうおやすみおやすみなさいみんなのコメントおやすみおやすみありがとうありがとうみんなのコメントいっぱい聞きますてんてんてんアディショナルタイムねアディショナルタイムがあり